昭和19年っていうと西暦にするとどうなるかな。1945年、まあ、その時に沖縄県の空襲、アメリカ軍からの大きな空襲を初めて受けたのはその年の10月10日。その時僕は海南中学とい う学校の1年生で、その今の那覇高校の隣のそばに一応寮みたいなところに入ってたけどね、そしたら10月とかの日にサイレンが鳴って、おかしいぞって言ってね、見たらもうサイレンが鳴ると同時にね、もうすでにちょこっと爆撃が始まってるの、遠くで。というのは、遠くでというのは、ずっと泊まりの沖だとか、那覇の沖あたりね、アメリカの空襲のやり方はね、不思議なものは、だんだん那覇の、我々が住んでいるその海南だとか、那覇の中に迫ってくるのは、だいたい午後の3時ぐらいだったけどね、そのグスクだけのそばには那覇、二中という学校があったけど、これが、爆撃された時には午後の、2時3時ぐらい。それから隣のその我々が住んでる隣に、刑務所だったけれども、これもみんな爆撃されてるようだったが、まだレンガの塀は立っておいたけどね、その僕らグスク岳というところの壕が下にあったんで、そこに隠れていたけど、この空襲はね、だいたい休憩があるのよ。30分おきぐらいに爆弾を落として、またどっか空母がどっかに、アメリカの機動部隊だから目に見えないところのずっと沖あたりに止まってたんでしょうね。そこへまた爆弾積みに行くんでしょうね。また交代してまた次来るの。というふうにして30分おきぐらいに休憩があるような感じがしてね、そのみんなは壕の中で危ないよと言われるのに隠れてるんだけど、まあ、退屈でしょうね、から狭くてね。僕らまあ、中途半端な子供みたいなもんだから、抜けていって上に上がっていってね、この丘の上でね、この敵の行動を見たりする。我々がその作業に通って那覇の港のそばにアメクという陣地と、それから柿の花ね、オルコの方にある柿の花の方に高射砲台をね、6基この森、こんな森をしてね、大体10メートル直径ぐらいの、こういう森を作るのよ。こうしてね、10メートル直径ぐらいの、これを6基こうして那覇の港の上に向けてこれ作るんだが、こういうような泥を積む仕事をね、させることで、ほとんどもう10月、10日以前に中学に入るには入ってもね、ただ3ヶ月だけ勉強して、ほとんどそういう作業ばっかり。そして手間は何があるかというとね、まあただではつかなかったけどね、米2合ぐらいとかね、弁当代ぐらいね、そのぐらいをもらうために、まあ、行くようなもんであったけれども、しかし金のある家庭だとか、また非常に、なんていうかな、許せるところはね、もう危ないと予想した人たちは疎開をする、内地に、大和の九州の方に。で、うちの方も妹2人は僕より、1つ下と、それからさらに3つ下の女の子と2人は大分県に疎開させて、無事届いた。
だからその後から行った人たちは対馬丸でてたくさんの人が乗ってそれはやられたよ。天日小学校の子供たちがメインでね。まあそういう問題が僕は疎開させなかったのはやはり男の子を2人とも疎開をさせないでそのまま、家の仕事をさせる学校で親はなんとなくやっぱり手放しがたかったのか何か間違った人たちが割とね疎開をさせていたね。ですから学校で、再び会った時にみんな自分の学校の昔の中学生の同級生というのはねわずか3ヶ月ぐらいの生活だからね会ってもあんま分からない、ね、そして疎開して行ってしまった人たちは1ヶ月か2ヶ月ぐらいしか学校いないから、後で同級生だったんだなというふうに確認はするけれどもね別に名前も分からないというような状態でね、まあそういう情勢の中であの時の校長先生が、海南中学を作った人は式屋行進って言ってね非常に偉い先生だったらしいんだが後ではこの人は元気で生き残っておられてね琉球大学の学長までしておられた戦後はつまり早く大学作ろうということでね率先してやる先生だったんだね。あとそこで後で戦後はね琉球大学に僕も入ってまたそこでもお世話になるけれどもまあ琉球大学では僕は3期生だったけどねしかし戦後のあの沖縄県というものはもう何にもない、寮に入っても、ま、このネズミのこそが入ったようなご飯をそしてあのか何か味噌汁もね、いっぱいあるけれどももうみんな白でね、この、色のついた蓬莱米みたいな南方から運んできたこのネズミもクソの入ったようなご飯でねこれで寮の生活をやったんだけれども、自分がしかしそこをまた1年でね学校には美術の先生がいて、まあ、教えはするけれども石膏像も何もない、ね、ただ入ったというだけで、ね、そして、たまに、まあ国語の先生なら中曽根という先生だとかというふうに行くんだけれどもなんとなく美術の方で石膏も何もないデッサンする紙もないあこれでは学校といっても大変だなということでもう自分はまた、東京を目指してねあの一応向こうの芸大を目指していくんだがあの一応日大の芸術学部というところに、まあ、有名な先生がおられてねそこに落ち着くんだけどね、今はもうこの話はちょっとほど遠くなったな、戦争の話に持っていきたいんだよね。はい、そうすじゃああれですね空襲が始まった時のあたりから、うん、空襲の吹きの話がいいね、うん、で那覇の空襲が終わってあとはもうあのそれでも軍の作業はあのグッシャンの方本籍地でね僕は玉泉洞というところがあるあの谷までが僕の大きな問題が起こるところだけどあれから南の方でね、そこの出身だけど八重瀬町の荒城という部落の出身だけど本籍地は今住んでるのは仲間だけどね、そこに結局引き上げて自分の本籍地で生活している時に6月の3月のちょうど卒業式の頃の話だよな23日ぐらいかな八重瀬町のそれからその辺で八重瀬町それから玉城村それから三輪村ってあるよねあの辺の太平洋がねあっちの方に軍艦が4つ現れたの、うん、そしたら あれこの敵の軍艦こう戦艦が 4つ浮かんでるなと思ってね見て子供心にもねあこれ戦艦だということを骨 の形みたいなのが教えられたんかね分かったので間もなくしたらあれがあの
降ることを大体そこからも上陸することを予想して、その港側の付近はね、あの万里の長城みたいな石を積んでね、敵の戦車が上陸してもそこで大嘘をするようにすぐには来れんようにね、そして万里の長城みたいな石を積んで、そしてその後ろは少しまた穴を掘ってね、そこに玉泉道からずっと屈斜の方面に、そこは港側はすぐ上陸したら、多分ここから入るなら戦車が4機5機というふうにして並んでくるだろうなということで、そこにはまたあの、穴を掘ってね、つまりこう土を並べる、そしてその後ろに穴を掘って、戦車が戸惑うところ上の森の方には砲台を取り付けて、一応棒を掘ったわけ、石の霊山田がね、そしてたくさんそれ準備したよ。しかし入れる大砲がなくてね、そこには例の飛行機を落とす降車砲みたいなものは、これも入れる予定だったらしいんだけどね、まあ、その補給は効かなかったのか、幸い、まあ、これも入ってはないんだが、もしかしちゃんと陣地は作ってはあった。そして敵はここから上陸するだろうと思ったら、ずっと、少しだけはなんか夜ぐらいにね、この港側という海岸に、登って、一応調査をしたらしいね、後での話はアメリカは。で、これがその艦砲射撃を終えて、3日ぐらいしたら上陸を終了しておいたから、そしたらどう見てももう子供心にはね、敵が上陸するねということでね、まあ親父たちはもうまたどこの方に敵が砲弾を撃ったかどうか調べて歩いてるから、うちの親父区長をやってたもんでね、村の区長をやってたんで、どのぐらい被害があるかすごい調べて歩く仕事だったから、僕らは子供心にこの松陰の上郷から出てって見て、この様子を見てね、で上陸終点みたいなのが置いたもんだから、あ、これはこっちから上陸するんだなと思った。そうしたらこれがね、いつの間にか上陸はしないで、向こうの方に移動していくの。そうしたら後で分かったことは、これが糸満を回ってこの上陸終点全部ね回って、そして慶良間の方向とそれから茶壇の方向へこの上陸終点はこう回ってね、そしたら日本軍は港側に上陸すると思ったら、そしたら兵隊はここにあまりいないのよ、南部にはここに集結してたの、この浦添からこの茶壇嘉手納方面に向けてのね、大体予想をしてこっちが上陸するだろうという予想のもとにね、たくさんここに日本軍は準備をしてあったわけね。そこからずっと玉泉道の方向に上陸するだろうと思って、みんなどっと夜2日か昼もかけて行進してね、いっぱい荷物も担いで、そうだね、わずか2日でね、この八重瀬町のジャングルのような山の中ね、もう日本の兵隊がいっぱい、もう今までに見たことないもう賑やかになってね、あ、これだけの兵隊が来たら何でもないななんて子供心に思ったら、そうしたらこの終点はね、ここに上がらないでそのまま移動してね、そして一部は毛玉の方向に、毛玉は早く上陸してしまってるね、であれがある程度上陸終わったら、今度またすぐその終点は茶壇の読谷の嘉手納の前にね、ここに全部集まってきて、そしてそこに何百という軍艦が輸送船が保安の方にあって、そこから靴物屋さんでアメリカ兵隊はこの茶壇と嘉手納読谷の海岸に上陸してるの、つまり作戦の日本軍のね失敗だったんだろうなということで、よく反省されてるみたいね。で、浦添はそれから一番ひどい目に遭うわけだがね、
あのこの浦添城址からそれからここは有名なあの大きなたくさんの日本軍がやられたあの嘉数工事あるだろう、有名ではあるが、要するに日本軍はあれから今度は、ここに南からここに来て嘉手納が来る兵隊を敵軍を迎えてね、そうしたらわずか、3、4日にはねもうここはまた大都会になるわけだ。この北谷方面から来るアメリカ兵を防ぐためにね、だからここではねアメリカ軍もたくさんやられるけれども、この嘉数高地ではねたくさんの日本兵が死んでるんだよね。一番に激しい戦は日本軍が大変に犠牲になったのはこの嘉数の山とそれからこの浦添城址あたりね、ここはまあいい土手になってるからみんな北谷方面眺め下ろせるところさね、その動きが見え読めるから、その代わり日本の参謀が住んでいたところはどこか分かるよね。首里城よね。首里城の下の方に豪が縦横にいっぱい置いて、もういくら砲弾やられてもね大丈夫のように、 そこで作戦を練っていろいろ、そしてまた、昼夜ずっと上に上がっていってあちこち見よう望遠鏡で毛玉からそれからヤンバルの先までね、嘉手納方面ならもう眼鏡でみんな見えるわけだ。で参謀がこれに対してまあいろいろ作戦を練るわけだね。まあそんなこんなしてこれがここで今度はたくさんの日本兵がやられて、特に 大阪出身の軍隊がこの嘉数あたりの犠牲者らしいんだけどね、これからこの首里城のあたりもたくさんの犠牲者が出て、ここでだいぶ抵抗して首里城を守ってるんだよね。でとうとうここで防ぎきらんで、今のそのニュータウンの、あっちはな新都心になるでしょね、新都心からあれをまず攻略すれば首里城には砲弾ですぐ撃てるわけよ、新都心を征服したら。そしてあれを狙っていこうと、そしたらそこではまた有名なシュガーローブって、戦前の大きな那覇市の水道のねタンクなんかの置かれてる場所だが、この丘の上を征服したらアメリカはこれよく分かってるから首里城の攻撃やればまず、牛島日本の最高司令官は降参するだろうというのがね大体の計算であるわけね。どう考えても牛島のこの要するに住んでるところの拷問も間もなく乗っ取られることになると大体は降参するもんだそうだね。ここまでに敵を追われてきたら、だからこれをね日本のまた方は沖縄でなんとか頑張ってくれと、沖縄の人が全滅しようがねとにかく引き延ばして日本の方ではまたいろんな準備があるわけだね。戦をここでうんと食い止めてくれたらあっちではまた準備する何かがあるんだが、特攻機も送って送るけれどもね、これがねもうたくさんのこのアメリカの軍艦からね撃つと、もうたくさんのこの短焦とこれが夜来てもこれがピカピカ光っているところに誰にやっていいかわからんからあんまり当たりもしないでね、案外にただお目に突っ込んだみたいだよ。そして燃えて落ちるとかしてね大きな犠牲を払うから、まあとにかくいろいろやるけれども、その、日本の飛行機対飛行機も相当な数の違い100対1ぐらい、軍艦もほとんどいない日本は。だからアメリカは船もなんか戦争船ぐらい来てたという話で、その戦の船というのはね国連軍の分だからアメリカだけじゃない。そういった話によると中国の方とも戦している、
イギリスとも戦してたんだから国連って言ってね、そうするとあっちはアメリカの手伝いの意味でシナ軍もいる、それから英国軍も少しは手伝ってるというふうにしてね、それと沖縄だけど戦うんだからね、もう日本軍もアメリカのまあ軍隊よりは多くいることになってるんだが、飛行機とか艦船はもうわずかなもの、ほとんどないようなもの、そしてただ抵抗してこの戦をやり合うけれどもね、その戦のやり方がもうアメリカの戦のやり方はね、無駄遣いが多いという方がいいかね、日本ではこんな戦やってはいけないぐらいに節約するぐらいだからね、とにかく大体付近に今日は何発撃ちなさいとかね、大体のアバウトでやる戦ね、いちいちねこうやってこんなことやらないのよ、もうあの辺りに大体今日はどのくらい撃ちなさいって言って、後で戦後見たところの南部の方に落ちた砲弾の後はもうとにかく畳の1畳2畳ぐらいの中に大体もう50発ぐらい落ちてんじゃないかな、傷跡見ると。こういうふうにね、目的はなしにも、特に道路のあるところなんかはもう十字路みたいなところには日本のトラックが通っても通れないように、食料を運んで来れんようにするためにね、十字路にめがけてめちゃくちゃにこの辺落ちるわけだ。撃てば車が通れない、日本の戦車も通れないっていうふうに邪魔するから、いちいちこの付近に例えばハイドル方面ね、首里城を要するに、やるためには守るためには、あっちからどんどん日本は南部の方から今度は砲弾をハイバルまで運んで、そこからまた首里城に運ぶわけだがね、しかし、住民が辺の今の玉泉洞の付近の住民たちが我々のそのお姉さんたちがね箱詰めしたような弾薬を背負ってね、ずっとハイバルの方面までね夕方ぐらいに運んでいくの。だいたい夕方になるとね飛行機は飛ばないんだよね、暗くなるとね、そうそう、それも首里城までこれを届けるということじゃなくて、首里城からだいたいこの御霊もいいとか御霊もいいというとハイバルからだいたい首里までは4キロぐらいあるかな、その辺までは行かないでこのハイバルあたりまで運んで、そこからは兵隊が来て取っていくというようなやり方ね、で住民はしかしアメリカは夜も昼もとにかくこの辺にしかしめくらめっぽうに弾を落ちてくるんだから、そうしたら住民はね兵隊には行かないけれども弾薬運びをしたおじさんたちが今日は誰がやられたって言って担いでくるの、お土産は戸板に民間の戸板を外してね、それに乗せて4名で担いでくるというようなことが繰り返されるのね、というふうにして犠牲を今日は誰が死んだ今日は誰が死んだとうとうこれが首里城もやられたら、アメリカもね2000名ぐらいの近くこの新都市の付近でね、もうおかしくなったり死んだりするもので2000名合計そのぐらい犠牲を出したって言ってるね。死ぬのはまあそんなにまでではないがノイローゼになってね、もう戦闘できないようなもの、うん、でしかしこっち乗っ取られたら新都市の付近が乗っ取られたらこれから首里城を陥落するのはわけないの、砲弾が届くんだから大きい砲弾が。そしたらここで普通は降参するもんが常識だそうだね、もう要するにどう考えてももう最高の司令官がねもう降参するのが常識だが、これがまだ頑張って南部に下がっていくんだからね、それから国場を通りハイバルを通ってそしてずっと南部のマグニ方向まで行くんだが、これがまたね大体、3日4日ぐらいかかってあっちに退却していくわけよね。でひめりのところとかああいうところで結局は
最終的には逃げる場所、あるいは住民も兵隊も生き残っているのもみんなあっちに追い詰められていくんだね。で僕らもその僕らその途中の玉泉洞をご存知、あれの上流はね約1キロぐらい谷間になっているの。その1キロぐらいの玉泉洞から約500メートルぐらい先から約500メートルにこの谷底の周囲にねみんな横穴を掘って住民はそこに避難してたの。我々牛ちゃんのアラグスクの部落はね、それから自然豪雨とかあの辺にはガラビ豪雨とか女川豪雨とか、なんとかかんとかし自然豪雨があの玉泉洞の豪雨のようなのがね、でこういうのがまた野戦病院に使われる、病院にされる、それから兵舎になる。あの玉泉洞のあれも大水になるとね、そこに二段構えのそのベッドを作って兵隊が兵舎にしてあるけどもね、一回は大水でうんと流されたこともあるね、というような厳しいところだが、民間はまたそこに横穴を掘って我々はそこで生活してたけれども、僕はあの時に、14歳15歳だけどもね、